はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日は倉田真由美さんの運勢を見ていきたいと思います。パッと見た瞬間ね、あ、これがダメンズウォーカーなんだと、ね、いうことでね、5室には月水星があります。しかもね、これは獅子座の月と水星になりますのでね、もう何のために生まれてきたんですと、漫画家になるためですよと、ね、いうことですよね。何のための獅子座だみたいなね、そのための獅子座ですっていうね、もうそのままということですよね。で、月にね、やっぱりテイルね、ドラゴンテイルが合をして豪なんですよね。ですからこれはもうダメンズ、ね、ダメな男を愛してしまう女性と、ねね、いうことをその見事にね、書いてると、見事にその運勢生かしてね、漫画にしていると、いうことですよね。ですからもうこれはもうサンプルに占いのサンプルになるくらいのね、見事な生かし方だと思います。だから普段のね、そのこういう運勢持っちゃうと、どうなんだろうなっていうね、ことは思うわけですよね。だから自分がその変な人になっちゃうっていう場合もね、やっぱり多いし、災いとかね、そういったものが多いんですけども、倉田さんの場合それもね、見事にね、漫画というところにね、もう全部使い切ってるんで大丈夫ということですよね。で、お子さんを福岡にね、残して、で、まあ月1回会いに帰るっていうねことで、月テイルの方だとね、やっぱりあんまりその家事はそんな好きじゃないんだとね、あんまり家庭にいるとね、ちょっとストレスがたまるんだっていうことでね、まあ月1回、あ、まあ週1回、会いに帰るとね、まあ福岡と東京じゃね、まあ新幹線ありますからね、まあすぐ行けると思いますんでね、あ、なるほどなということをね、やっぱ思ったわけです。そしてね、まあ水星もありますけど、これね、木星、海王星、豪とね、スクエア、火星とオポジション、大変なことになってますっていうね。しかもね、獅子座の26度っていうね、大変なところにね、水星持ってますんでね、もう騒ぎますみたいなね、大騒ぎみたいなね。だからもう、海王星も加わってね、やっぱり火星も加わっていると、もう、歩く飲み会みたいなね、もう歩くパーティーみたいな感じでね、大変なことになるみたいなね。もうだから倉田さんが歩いてるっていうのは、もうサンバのカーニバルと等しいということですよ。みんな酔っ払ってるんですかみたいなね。ですから強烈です。で、まあ獅子のね、0度に太陽を持ってて、で獅子の26度っていう最後にね、水星持ってるんでね、その説得力っていうのはもうすごいね、抜群なものになります。説得力はね、すごいあります。ですからダメンズウォーカーでのその説得力ね、コメンテーターとしての説得力ね、その辺はもうね、皆さんご存知の通りだと思います。それなぜならね、ここの獅子のこの終わりっていうところにはね、レグルスという一等星が輝いております。そこに合しておりますんでね、一番格調高い獅子座ということでね、ここにもし金星があればね、前田敦子ドスみたいなね、AKB の中でももうセンターになれるというね、ことでございますね。で、まあ、CM 女王と言われるね、相武咲ドスとかね、昔は言ってましたけどね、相武咲さんも金星持ってて、CM 何本持ってたんですかね。当時一番ね、持っておりました。
だからやっぱすごいところなんですよね。ここにまあ水星だとそうなるのかみたいな、倉玉さんになるのかみたいなね、感じです。で、まあ獅子の0度っていうことですから、めちゃめちゃやるわけですよね。で、今 YouTube で水着になったりブルマンになったりしてますよね。熟女運動会とか言ってね、そう、やってることはめちゃめちゃなんですけど、もう何度かね言いくるめてしまうっていうね、こう面白いとこですよね。前半のもうやってることはもう暴走族みたいなね こと右翼ですかみたいなね、ところですけど、まあでも言ってることはね納得させてしまうね、おおそうだったのかみたいなね 妙な納得みたいなね。まあそれはね、そういう倉玉さんにしかそのできないということになると思います。暴走機関車で今後もやっていただきたいと思います。そしてね、先ほどの4室太陽、ね、太陽獅子座の0度、とその木星海王星5とトライン、ね、土星とセクスタイルですんで、と冥王星とセクスタイル、対社会的にはねきっちりしているんで、ダメンズという、本人はダメンズということではない、ね、男性をね出世させね、あげまん、ですから男性にとっては非常にいいんだけども、ね、うっかりする自分がね、なんかダメ主婦みたいになっちゃうんでね、そこを漫画でもパッとね、全部の悪運を全部ダメンズウォーカーというね、女性たちにね、もう全部その運をなすりつけてね 自分は無事っていう、これが正解なんですね。だからやっぱりダメンズウォーカーみたいなね、ダメな女性を描くためにね、生まれてきたと、こういうようなことです。そしてまあ金星も4室にあって、まあこれね、7室というパートナーの部屋から来てる金星なんで、これね、やっぱり今の旦那さん、家が好きな人ね、故郷を大事にする人ね、そういうようなね方と多分結婚されたんだなっていうことはね思います。ですからまあ倉玉さん自身がその家庭の主婦とかどうなんだろうなっていうね思うところもありますんでね、それはやっぱり家庭に強い男性ということにね、なるのかなっていうことは思います。ですからまあ一回離婚されて再婚ということでね、そこのところの条件っていうのはもう全く逆になっちゃうんでね、男女はね、ですからまあ1回目の、まあ、1回ぐらい失敗してるかもしれないなっていうねところはやっぱあります。そしてね、6室冥王星天王星ということでね、これねやっぱり漫画家とかね、徹夜で描くとかね、2日ぐらい寝ないとかね、もうそのぐらいやってスイッチ入れる人多いんでね、まあ漫画家なんだろうなっていうねことは思います。ですからもう徹底的にこう仕事をする、徹底的にこう寝ないでやんないと仕事したって感じにならないとかってね言ってますんでね、寝ないでねもう漫画描いてるとかね、仕事してるとかっていうねことだと思います。ですからまあ例えば錦織さんなんかね、まあ、この辺持ってますけどね、これはブルース・リーで出てますんでね、ジークンドーってね、ジークンドーで鍛えるのだね、倉玉さんが徹夜するのと同じですからね 男性と女性では違いますみたいなね、感じになります。そしてね、8室には海王星木星ということになります。
まあ一連のそのね、不祥事っていうのがありましたけどね。お金の管理っていうことなんですけどね。こうお金の管理、まあ苦手ですみたいなね。だからあんまりそのきっちりとした管理だとか、そういったものというのはね、やっぱり得意でないのが海王星、ですんでね。木星も入ってますんで、そんなにね、深刻なことにはならないということだったと思います。そして反対側の日出には土星がありますんでね。だからまあ、今すぐ自由になるお金というのは少なくて、そっちの事務所の方ですか、事務所の方とか、そっちの方のと相談しながらそのやっていくっていう金星運ですからね。まあ、これはパートナー、スタッフ、そういう人にしっかりした人をつけてやってもらうというね、形になっていくと思います。でね、これお金とか財産の部屋なんですけども、性的な部屋でもありますんでね、こういう形だともうすぐ男女間だとね、性的な関係にはなりやすいと思いますね。というのはその一体化っていうね、ことがテーマになりますんで、もうそのものとの一体ね、人との一体ね、男女だったら性的な関係もね、生まれるということなんでね、入り込んでしまうね、一体化してしまう、そういう特徴を持ちますんでね、男女間のね、その異性関係っていうのはね、まあ、中にはね、その複数のありすぎてっていう人で問題がある人もいますけどね、男女間だとそうなってしまうんだよっていう、そういう特徴です。そしてね、十一室、これね、水瓶なんですけどね、夕刻の十一室、その夕刻の水瓶、ね、ということでね、ヘッドがありますんでね、で、火星もあるんですね。もうやりすぎ、言いすぎ、やりすぎってね、麻生さんに対して 言いすぎ、やりすぎみたいなね。そうなんですよね。で、現政権ではないんですよね。だから、あまりにもね、自民党がその、ダメだということになるとね、おい、ちょっと待ったって言ってね、言ってくるのが、まあ、十七であり水瓶である、ね、ということですからね、自民党批判、ね、安倍批判、麻生批判っていうのをね、言うのも非常に分かりますけどね、ここね、まあ、ヘッドが入ってくるわけですけどね、ドラゴンヘッドというのが入りますんで、これはね、もう非常によろしいということになると思いますんでね。もしまたね、そういうような与党の怠慢ということがあればね、またこれを発動してやっていただくというね、ことになると思います。ですから、まあ昔で言うとね、勤王の志士、幕末で言うとね、そうですね、やっぱり活躍していたのかなっていうね、ことはね、やっぱ思います。ですのでね、火星なんでね、まあやりすぎ、言いすぎやりすぎで、多分ね、昔だったらね、もう最初にこう目つけられちゃうっていうかね、最初にその行動した人ね、吉田松陰から始まって高杉晋作だとかね、久坂玄瑞ね、初期の頃の人、まあ、坂本龍馬でありね、初期の頃もみんな死んじゃいましたからね、もう目つけ、新選組からもう早速目つけられますね みたいなね、感じだと思いますよね。まあでもこう変えていくっていうね、ことだと思います。ですのでね、まあその辺、これからもね、政治っ
っていうことになるんですけども、政治家もしかしたら立候補もありかなって思うんですけど、その立候補っていうと多分ね、与党がもうものすごくダメになった時、そういう時にやっぱり立ち上がってくるっていうね、可能性だと思いますし、そのヘッドが入るということはね、それをするために生まれてきたということだと思います。で、まあ現世のその目標ですからね、それが重質水がめと、でも火星も入ってね、大騒ぎすると。だから仕事終わった後の活動ね、ですから今もね、お友達と一緒にね、 YouTuber として 友達と一緒に YouTube やってるっていうのはもう、その辺ですよね。ですから仕事終わった、一歩終わった後のね、活動っていうのはもう非常に活発だし、そこから何かね、いい出会いがあったりとかね、きっと今やってる弁護士さんもね、いいお友達だと思うんですよね。ですのでね、そこはもうやっておられるということでね、倉玉さんぐらいになるとね、もうこれはサンプル、いいサンプルですみたいなね、いい手本ですみたいなね、倉玉さんはこういうふうに使ってますみたいなね、ことでね、サンプルになってると思います。そしてね、小惑星感受点も見てみましょう。そうですね、やっぱり10室ベスタ入ってきますんでね、一番てっぺんにあるのはベスタということになります。ベストなんでね、まあやっぱり自分自身でその独立してやっていくことにおいてはね、非常に有利であるし、出版社ね、講談社さん、小学館さんみたいなね、なぜかそういうところでは強いということですよね。なぜか強い、ね、だからまあ原稿を持ってっても酷評される人っていうのはこの辺がね、やっぱり不利に働く。まあでも倉玉さんの場合ね、有利に働くと。だからまあやっぱり人によってやっぱ特徴がありますんでね、キャリアを伸ばそうとすればね、いろんな協力者が見つかるということですね。そしてね、まあ、戯論。催眠術協会。催眠術協会の役員ということでね、催眠術とかやっぱり潜在意識のね、働き、それを活用して、もう大吉っていうね、だからそういうリーディングによってその奇跡を起こす人なんで、それはね、もうぜひ活用していただきたいということは思います。で、反対にはやっぱり、まあ、アンチバーテックスね、6質バーテックスですから、やっぱりそこでのその義務っていうのは生じますんでね、催眠術、潜在意識を使って何かをやるっていう人に対して協力するということですよね。何かしてあげる、してあげなきゃいけないっていうね、ことです。そして一室パートオブフォーチュン、まあね、パラス、まあバンバンテレビに出てコメンテーターやってね、おたけさんとね、コラボして、番組に出てラジオね、出演してどんどんやってくださいっていうね、感じで、非常にまあキャラクターの部屋ですんでね、どんどん出てってもいいと思います。だからここに何にもなければ漫画家だけでね、あんまり表に出ないということで、ことだったと思いますけど、ここにね、やっぱり有利なパート・オブ・フォーチュン、ね、パラスもあるわけですから、まあ出ていい人ということですよね。そして、三室セレス、書くことによって育てられます。ですから漫画を書くね、小説じゃないかな、コラムとかね、小説っていうのは9室になりますんでね、まあ簡単な漫画っていうことでね、
算出、そういうことによってね、4コマ漫画とかね、そういうことによって育てられるっていうことです。だからいろんなところに近所にね、見聞きしたこと、目に入ったもの、街に出て目に入ったもの、ね、新しくできたお店のこと、ね、そういうことを題材にね、成長してくるということですよね。そしてね、月ジュノですから、やっぱり生活においての自分はこういう生活をしないとダメなんだっていうね、ことになりますんでね、やっぱりうるさいですね。オーリエさんとかね、そうだから特殊なね、その成田離婚とかってあったじゃないですか。だからオーリエさんがね、成田離婚してしたのがね、ああやっぱりなみたいなね、成田でもうそう喧嘩になっちゃうっていうのは、もうこういうね、月ジュノーの人なんだなっていうね。だから生活においてのこうでなければいけないっていうね、権利みたいなものがあるから、それが満たされてないと、もうそれもできない、無理って言ってね、普通の人なら別にね、そんなのいいじゃないのみたいなね、思うかもしれないですけど、倉玉さんにとってはね、そういうね、オーリエさんとかね、にとってはね、それはもう絶対ダメなのであってね。だから王さんの娘さんですからね、王貞治さんの娘さんですから普通の家とは違うんですよ。だからね、普通の家とは違うね、特殊な家に住んで育ったわけですから主張するっていうのも変わって、人とはちょっと違うのかもしれないね。倉玉さんの場合もね、これは普通とはやっぱり違いますんでね、まあその辺を漫画にするっていうのはね、だからオーリエさんのその育ってきた過程とか、どういう風になるとこうなっちゃうんだよみたいなことをね、描いていくっていうことだったと思うんですよね。ですからね、でまあ後日ですから、もう私にそう漫画描かせないと怒るぞみたいなね、怒っちゃうぞっていうね、それがその後ジュノーですから、ジュノーのあるところはね、もうその人の権利ですからね、芸術活動をやらせないと怒っちゃいますっていう、ね、まあ、そういうところでね、まあ、YouTube もその一つだと思いますよね。まあ獅子座の強烈さでやってますけどね、なるほどこれが獅子座の強烈さなんだみたいな熟女運動会なのかみたいなね思いましたけどね。そして、バーテックスリリースということでね、まあリリース、ぶっちゃけたところですよね、その職場でその裁けた職場ということなんでね、何か下着の色だとかなんか言ってましたけどね、いいんですね、そういうことを言ってればですから、まあこれも運勢的には非常に正しいといえば正しいと、もう下ネタ入れて結構ですよと、入れていいですよと、ね、多少下に行っていいですよということでね、うん、やっておられるんだなということはね思いますよね、うん、まあでもやりすぎませんのでね、で結局揚げまんなんでね、やりすぎっていうのはない、それに関してその文句が出るってことはないんですよね。ですからまあこれがね、その例えば下げちんだとね、どうなるかね、石橋貴明さんがそうですよね。だからやっぱり好感度下がってしまってね、嫌いなタレント第1位になっちゃって、テレビ局でも、いやー石橋さんちょっと使えないですよって言われてね、テレビではダメだったけども、その代わり YouTuber としてね、また復活してきてっていう、まあやっぱり上がり下がりっていうのはね、ジェットコースターみたいなもんですからね、石橋さんの場合ね、その辺のところはね、老いたがある、まあ老いたがあるけどまた取り戻すっていうね、ことだと思いますね。石橋貴明さんがね、始球式で
山川、山川選手を、ね、逆指名してましたけどね。まあ、それもね、面白いということでね。まあ、起伏が激しい。まあ、でも、倉玉さんの場合はもう安定しているということですよね。まあ、やりすぎはないと。コンプライアンスの方もね、しっかりやってるということになると思います。ですのでね、まあ、非常に六室リリースということでね、リリースっていうのはまあその背徳的な愛情とかっていうね、意味が、背徳的っていうのは、まあ一言で言うとエロね。で、徳川家康が三室にあったんですよっていうことだから、まあね、鷹狩りで、鷹狩りじゃないんですよ、あれ。女狩りなんですね。女狩りに出かけて そこでね、側室探して、噂に聞いて、こういういい女がいますって言ったら、うわ、鷹狩り行こう、鷹狩りって言ってね、鷹狩りと称して、ね、エロなことをするっていうね。まあ、それ、まあ、三室なんでね、そう、まあ、そうなりましたけども、まあ、リリースの入るところっていうのはね、やっぱりやってるな、みたいなね ところなんでね、倉玉さんは六室でやってるなっていうね、ところなんでね、なるほどって思ってます。そして、クオリティとエレメント、ね、男女比、それも見てみたいと思います。で、ファイナルディスポジターはもちろん4室の太陽ということになりますんでね。4室太陽で、まあ、獅子座のもう本当0度っていうことなんでね。で、福岡に関係すること。ね。ですから、その土地に関すること。だから、まあ、八百万の神様っていうね、ことです。八百万の神ってなんだ？その土地の神様です。ね。ということですよね。その土地にはその土地の神様がいます。地鎮祭。今からここにね、家を建てますのでって言ってね、神主さんがこうやってシャカシャカシャカってね、お祓いやってくれてる、あれです。ですから、そこの今から、まあ、挨拶をしてるっていうことですからね。そういうようなことで、八百万の神、800万の神様、いろんな神様いるわけですね。それにやっぱり関係しているということで。だから今、随風さんがやってるのは、もう八百万の神様を言ってるわけでね。たくさんの神々がいますんで、たくさんの神々、ね。だから、一室に先ほどのパラス、ね、パラスアテナですよね。鎧をかぶった女神ですから、力強くね、もう、倉玉さんも力強くやってるわけで、ね、まあ、そういう神様をリーディングするっていうね、それが、まあ、占星術ということです。ですから、その神様っていうと、四室、八百万の神様っていうことになりますんでね。福岡の神様、太宰府、菅原道真公、ね、とかね、分かんないですけどね、何かそういうね、だからどこの氏子さんですかってね、ご祭神に大いに関係ある、ね、だから、まあ、そこの神社にね、ご祭神はって聞いても、ほとんどの人は 答えられないんですけどね。そこを祀っている神様っていうのがいますんで、そこにやっぱり関係しているということだと思われます。火地風水ね、火が4、地が1、風3、水2、地がありませんよね。これはやっぱりね、もうパートナーにそういう数字に強い人置かないと。まあ、でも今の旦那さんは多分ね、この地を多く持ってね、お金の管理とか多分ね、ご主人がやってくれてて、ね、
思いますよ。だから、この音声で脱税って聞かれても、ああ、やっぱりな、みたいなね。脱税っていうかね、忘れてるみたいなね。帳簿付け忘れみたいなね。どうなってんだっけ、そういえば、みたいな。どんぶり勘定でやってて。だからやっぱり、パートナーとかね、ブレーンとかね、こういう実質的なその能力ですから、それがやっぱりないっていうとね、ああ、そうだったんだ、一連の不祥事は、あ、こっから来てんだね、みたいなね。まあだから意識してね、それ知っといて、そのわざとそういうパートナー選ぶとかね、するっていうことなんだなっていうことは思いました。そして活動不動柔軟、活動2、不動5、柔軟3ということなんでね、活動がやっぱり少ないんでね、まあ不動は5というね、だから自分から腰が重い人ってことになりますよね。よーく考えてから行動するっていう性格になりますので、そういう人だとね、やっぱり腰は重いって言われるんで、まあ腰の軽い人、とっとと行動できる人、知の級で活動級が強いっていうと、ヤギ座が強い人みたいなね、もう早いですよ、ヤギ座の人なんかパッパッパーってやってね、もう現実化する力すごいですからね、すぐに現実、すぐにお金にできるっていうね、すごいですね、みたいな。すぐに実績にできるとかね、手柄を立てるみたいなね、ことはやっぱりお家芸ですから、多分今の旦那さんがね、そういう方なんではないかな。まあ、その代わりね、そういう人はもうやりっぱなしですんで、あと、しっかりそれを安定させていくっていうのが不動級。ね、安定性はやっぱりある方なんでね、ずっと漫画描き続けられるとかね、こっち亀全巻描いてますみたいな、いいですよね、だからこっち亀なんかもう全巻ね、200巻ぐらい出てますみたいな、ことでもね、だからそういう不動級強くないとそういうことはできないということだと思います。で、男女比は7対3、ね、70%が男性と。ことで男性的な方だということですよね。ということでね、リーディングしてみました。で、ファイナルディスポジターはやっぱ4室の太陽なんでね、やっぱりそこのところがね、これから注目して、それが全勢力が集まるところなんでね、だ10人責任者がいます。あ、10人いますね、10天体。責任者誰ですか？太陽さんですね。4室の獅子座の太陽さんですね。ぜひ、福岡、地元のため、まあ今住んでるところかもしれませんしね、それはその土地、ね、どっかの親善大使ね、明太子大使とかね、そういったこととかね、八百万の神様、ね、そこのお祭りに関係するとか、そういうことだと思いますんでね、ぜひそういうこともやってもらいたいと思いますし、まあもうすでに、やっておられるのかもしれませんしね。だからあまり、まあ、瑞風さんの情報っていうのは、まあ、ウキペディアに書かれていることだったりっていうね、ことの表面的なことなんでね、どうか分かりませんけど、ぜひね、故郷のためにね、地元のためにね、日本のためにね、でまあこういう強い運勢だとね、森さんみたいになってね、神の国日本とかね、やりすぎるとまた失言とかなっちゃいますんで、まあなりますけどね、まあそれはそれでね、よろしいと思います。これからもね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい。ざっくり読んでみました。はい。それでは、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。それではまた。さよなら。